女子は坂本選手が初出場で優勝という形でしたけれども、はい、初出場なんですね。意外にも<え>はい、意外僕はね、驚きましたが、本当に素晴らしい演技でした。坂本香織選手っていうのは、えー、去年結構スランプに陥っていて、なかなかこう試合でベストパフォーマンスが発揮できないというような苦しいシーズンを過ごされていた。それは何でかって言うと本人も答えていたんです。けれども。結構ロシア。 あるいはアメリカで今4回転ジャンパーが女子でも出てきている中でなかなかこう日本の選手トリプルアクセル止まりで、まあ、なかなかこうそこに肉薄することができないどんどんこうロシアとかアメリカでこう出てきている台頭してきているその 4, 4回転ジャンパーに押されてどうやって太刀打ちしていったらいいんだろうということが分からなくなってしまってそこで悩みながら。 演技をしているうちに迷いとかが生じてしまってうまくパフォーマンスができないじゃあトリプルアクセル4回転ジャンプ自分も手に入れなきゃということでまあ、今ももちろん練習されてるんでしょうけれどもでもなかなかこうそう簡単には手に入る武器ではないんですねそういう中でじゃあ自分はもう国際舞台でトップオブトップの 座につくことができないのかって悶々とされていたらしいんですけれどもこの大会からというか今シーズンから坂本選手はその4回転戦争みたいなところからは一度自分のこうマインドを離して今自分が持っている技あるいは振付師から伝授されたプログラムという作品をいかにパーフェクトであるいは一つの完全無欠なパッケージとしてお届けできるかというところにフォーカスを当てて頑張っていると。 おっっしゃてていてそのマインドチェンジマインドセットが変わることによってこうベストパフォーマンスが生まれたんじゃないかなと思っていますまあスポーツの側面もありますから誰かが4回転飛んだりしているとその人よりもより点数の高い4回転をとか技術技術技術ってなっていってしまう気持ちはよく分かるんですけれども坂本選手はある種の悟りを開いて今自分が持っている技あるいは作ってもらったプログラムを 一番いい形でお届けするそれだけそれでどこまで自分は勝負できるかってそのシンプルに一番大事な本質のところをちゃんと捉らえて演技をしていることによるそのベスストパフォーマンだから非常にあの今の坂本選手はいいこうマインドを持っているし今シーズン引き続きショートフリーとてもいいプログラムだと思うんですけれども常に。 ベストパフォーマンスがし展開していけるんじゃないかなっていうような期待をさせてくれるようなパフォーマンスでしたでもう一つ坂本選手の勝因は常に振付師がプログラムをブラッシュアップし続けているってうことです例えばマトリックスなんかはもう複数シーズン2シーズン目ですかね別に新しいプログラムじゃないんだけれども1回1回の試合の反省点を踏まえて毎回どこか磨かれているんですよねで坂本選手はショートフリーも ブノワ・リショウさんというフランスの振付師さんにこう作ってもらっているんですけれどもそのリショウさんが毎試合毎試合丁寧に坂本選手の演技を分析自己分析されてここを磨いたらもっと良くなるっていうことを常に常に実践されているその飽くなき探求心というか作品を プログラムを磨き続ける姿勢というものが振付師である李翔さんにも坂本選手にもあったからこそ今日の演技につながったんじゃないかなと私は分析していますやっぱり坂本選手のこの強さっていうかどう感じましたかとにかく彼女のストロングポイントっていうのは推進力抜群のスケーティング。 おそらくこれは一般の視聴者の方もお気づきになられたと思いますがやはり他の選手とは少し一線を画するスケーティングの推進力を持っているでジャンプを飛ぶ前も普通構えた時にちょっとスピードがダウンするんですけど坂本選手の場合はその推進力あるスケーティングのままジャンプ動作に入ってそのスピードのまま飛んでその進入速度のままランディングする普通ジャンプ飛んだらちょっとエージかかって。 スケーティングが止ままっってしまったりあるいは減速してしまったりっていうことがあるんですけれども坂本選手は進入速度とランディングした後の速度がほぼ変わらないだからこそジャンプの GOE というんですけれども出来栄え点を大量に獲得していけるで今のルールだと難しい技を飛ぶことももちろん大事なんですがそういうその GOE というところを細かく細かく稼いでいくと。 塵も積もれば山になるじゃないですけれども、やっぱり最終的に強いんですよ。すごくアドバンテージな出来栄え、G O E という出来栄え言ってみれば点数と一個1個の点数としては塵なのかもしれないけど、それを丁寧に丁寧に集めていって最後山にするっていうそういう力が今の坂本選手にあるんだと思います。日本の選手たちは逆にその坂本選手しかりそういう時間を大切に逆に自分のこの向き合う時間にしてすごい成長されてるなって感じるんですけれども。 今季非常にこう私があの国際舞台少ないんですけれども各国の,あの国内競技会が割とあってそれをこうストリーミング等々で見る機会があってまあロシアアメリカとあとまあ複数の,あの外国の国内試合っていうのを見させていただいた中でで今回 NHK 杯という競技会を見させていただいた上で感じたことは。 誰一人コロナの影響を感じないんですよ練習できなかったはずですかなりの期間で今もなおまた第三波と言われているような日本でもあって海外でももちろん今大変な状況にある中で練習に多くの制限があると思うんですねそれでも一人もコロナの影響を感じさせない演技をしていてジャンプも成長してるし競 体力的なところも維持発展されてるし、うん、もうロシア、アメリカ、日本、うん、それからヨーロッパで結構見てきましたけど、誰一人コロナの影響を感じないくらい力強い演技、技術ももちろん安定しているっていう中で、すごいなって思ったんですよね。皆さん多分そういう中でいろいろな制限、いろんな大変な状況の中で、えー、頭いつも以上に頭を使いながらこう練習をしてい。 でこのコロナ禍時代にですね、まあ、我々はまあ政府から新生活様式を求められているわけですけれども多分スケーターとかまあ全てのアスリートもですね新練習様式みたいなものをこの多分半年間で確立されてその中でベストのパフォーマンスベストコンディションを作っていくっていうような練習法新練習様式みたいなのちゃんと確立できてんだなっていうのがすごく分かるんですね。だから今のアスリートたちは本当大したもんですよ私が 競技者だったらちょっとそこまでできたかなっていうくらい皆さん大変な状況の中で最大限頑張っていてなおかつ素晴らしい演技をあの発揮されているってことをぜひ多くの視聴者の方々に知っていただきたいです全世界の選手割とベストコンディション作ってますまあ例年そうですけれどもまたコロナ禍だろうがどんな状況であろうがやっぱり世界も強いとで今直接こうやって 集まってその場でしのぎを削るようなパフォーマンスの発揮の試合というのができない一方でストリーミングとかでリアルタイムで各国のナショナル競技会まあ国内試合が見れるっていうようなインフラが整いつつありますよね私もそういうストリーミングサービスとか基盤がこのコロナ禍で一気に敷かれたことで各国の競技会をより見れるようになったんですけど大事なことはや,やはり 2つあると思っていていこれは当たり前なんですけれどもやはりスポーツですから相手をちゃんと見て相手のパフォーマンスに対して自分のどこが強みなのかあるいはどこが足りないのかっていうことをちゃんと分析をして各国の状況をちゃんと把握してその中で自分がどう戦っていくのかってちゃんとイメージや戦略を考えてコロナ禍が明けた暁にその国際競技会ができるっていう状況になった時にすぐに 臨戦態勢に入れるように準備をしておくっていうことが大事。だから常にそういう情報を集めて、あの海外の選手の動向っていうのを追っておく。今直接なかなか会えない時代だから、いつの間にか伸びてるとかあるわけですよ。半年間見ない間に、なんか異次元のなんか進化を遂げてるみたいなことはまあまあ,あるわけで、そういう情報がなかっただけに、あの用意どんで会った時に焦ってしまって。 予想以上に成長している相手に焦ってしまって自分のパフォーマンスができないっていうのはもったいないですから常にそういう今は情報を集められる環境があるわけですからうまく相手の状況相手の動向っていうのをちゃんと見極めてその中で自分がどう立ち回れるのかっていうの常に意識をして練習をするってことが大事です直接相手と会えないからこそ今それが大事になってくる。あと一方で 相手だけ見てていもしょうがないんですよ今回の坂本選手が証明したように視野をですね外だけじゃなくて内に内に返していって自分にとってのベストパフォーマンスなんだろう自分が表現したいものって何なんだろう自分が作り上げたい作品プログラムって何なんだろうっていうそのプログラム に意識を向けていくっていうことも大事です、その2つの視点をバランスよく持ちながら競技生活をやっていくっていうことが非常に大事です。これはもうもちろんコロナ禍じゃなくても言えることなんですけれども、コロナ禍だと特にそれが必要なのかもしれません。